んにちは、ミッドウェス大阪の村井です。ふさぎです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日はですね、セレクトショップミッドウェス大阪に少し新しいムードというか、はい、新しい風が加わったので紹介していきたいなと思います。それがこちらですね。イタリア初のラグジュアリーニットブランド、アラヌイです。めちゃめちゃ可愛いですね。めちゃめちゃ楽しみにしてました、言ってくれた。あ、そうですよね。僕もあの楽しみに、まあ、すごく可愛い、はい、そうですね、っていうのはもう、はい、レディースでもね、ちょくちょく来てらっしゃるお客様とかで、はい、メンズも扱うんですよって言うと、お、楽しみやなって言っていただく方も多かったので。そうですか。はい、よかったです。早速では、着ながら何が魅力なのか、なんかこんな方に来てほしいなとご紹介していければなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、着てみましたが、もうほんとより可愛いですね。着るとより可愛い。笑いが止まりません。笑いが止まりませんね。笑顔になれるハッピーな服ですよね。そう、まあそこはあの後で言いたいと思うんですけども、まずはじゃあアイコンアイテムから。これアイコンカーディガンなんですけど、バグズバニーバンダナカーディガン、はい、税込354,200円と、ふさきさんがトゥイーティーカウボーイアイコンカーディガン税込354,200円でございます。ということで、まずまあアラヌイの魅力なんですけれども、はい、やっぱりこのラグジュアリーな素材をふんだんに使って職人技術でじっくり作っていくっていう、このなんかこうイタリア発らしいものづくりっていうところが、そう、僕はすごい魅力かなと思ってて。 ありがとうございます。はい、生地感めちゃめちゃ良くないですかこれ。もう本当にあのね、今回これを入れたかったのは、まあ、皆さんね、はい、本当に普段お仕事をすごい頑張られて、頑張ってます。ね、いや、ちょっと僕じゃない。いや、僕らじゃないです。僕らじゃないですけど、はい、あのね、ね、本当にね、30代、40代、50代、60代の方、はい、ね、あの、ね、別に学生が買っても全然いいんですけど、はい、お仕事本当に頑張られてるじゃないですか。ね、で、やっぱそういう方にやっぱりこう、はい、お家だったりとか、ものすごく物いいんですけど、お家時間だったりとか、はい、あとちょっとお出かけする時とかに、はい、なんかこう本当にこう気持ちよくて来てみたいな、はい、あのもう本当は裸で来てもらいたいんですけど、はい、あの気持ちよくて、しかもこうハッピーが、そうですね、あのもう着てて楽しいし、あの周りの人もきっとそういう人って、あの頑張ってお仕事してる人、まあ、稼いでると見えると思うんだよね。そうですね。っていう人はやっぱこう人をハッピーにすると思うんで、そういうあの人をこれハッピーにするじゃないですか。この服着てたらもうハッピーじゃないですか。そうですね。もうこの色使いもそうだし、ね、今回のこのスペシャルコラボレーションもそうですしね。なんかそういう、はい、でもう本当にあの温かみもあるし着心地もいいし、でもこう裏毛っていうようなニットでもないし、はい、素肌で着てもらって本当にずっと長く愛用してもらえる、はい、お洋服っていうのがやっぱりもうあるので、それってやっぱね、日本だと今本当に難しいし、そうですね、あのやっぱ職人の国イタリアで、あの日本よりももう何百年も洋服の、お洋服っていう文化でいうとね、洋裁っていう文化がねものすごいありますもんね。ものづくりもそうだし、ファッションのこうスタイル、まあ、クラシックイタリアのちょっとこうきちっとしてて、そう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 、でもこう着心地は良くて上質だけど、ただ上質なだけじゃなくてラグジュアリーだけどプレイフルっていう、そう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 、ね、そこがやっぱりものすごくこう文化があるんで、こういうハッピーね、その文化っていう部分が少しこううちになかった要素、このイタリアのムードというか、まあうちはモード、ね、うん、どちらかというとこうクリエイターデザイナーズっていう部分では本当に勝負してる。それもすごく人と違う個性っていう部分も楽しさもあるし、うん、あの新しいものに触れる喜びっていうのもすごくあるんですけど、またちょっと違うあの用途のもので、僕らでこんな V のカーディガンのカシミヤを僕たちがねご紹介しても嘘になっちゃう、僕らも嘘になっちゃうね、嘘になっちゃうね、はい、なんか適当にやっぱそこはやっぱファッションデザインとしてね、ハッピーっていう、ね、これを感じていただければっていうので、まあでも本当素材感的にいくと、こうウール100のこのダブルジャガーと、はい、っていうこれで、このダブルジャガードならではの程よくこの厚み、あのこれすごいね、もちっとしててしっとりくる、ニットじゃないよ、ね、うん、あの最近よく言うあのカラーさんとかのボンディ、まあ、カットボードセットっていうのかな、はい、ああいう感じぐらいの滑らかだけどもちっと感があって、でもこう
ほのかに温かみがあるとか、熱すぎることは分厚いけどあるっていうのとは全然違うんで、そう、それはもう本当ちょっとあんまり引っかかりたくないからもう動かないんですけど、あのでこれだけ糸使ってか、もしピーリングしてもちょっと切っても全然わかりませんから、 そこら辺はご安心ください。高いですから、高いから気使って切るっていうのはちょっと違うという、そうですね、ようなお洋服なので、まあ、僕はそんな感じなんです、うん、もう、はい、すいません。でも物的にいくと、だからそのラグジュアリーなこの気持ちの良い心地よい素材をふんだんに使うっていうのは、やっぱこのねバンダナ柄もそうだし、このアニメーションのキャラクター、いわゆるジャガードもオルテガですね、はい、だし、でこのダブルジャガードならではのやっぱこの裏側のマルチなかわいいガラス使いとかっていう部分もやっぱ上質だけどしっかりこう遊び心がある。でも遊び心が先行するんじゃなくて上質だからきちんと見える。そうなんです。でそのイタリアらしいこのクラシックスタイルっていうところで、この適度なサイズ感、そう、これもね、もっと大きければっていうふうなのだとちょっとまた違うので、このそうなんですよ、まあ、このぐらいの方が逆に僕の言う、さっき言ってるような人物像だと、やっぱあんまりオーバーのものは逆にね、ほんとお休みで誰かに会うとかっていう時にすげえオーバーサイズだなみたいな、すごいね、休みその格好なのみたいな、すごいファッションしてるねみたいな、っていうわけにはいかんじゃないですか。そうですね、ちょっと気分が、ね、お昼一緒に食べるってなった時にぐらいだと、これなら面白いねっていうぐらいでジーンズ、それでいいと思うんです、あ、このぐらいでいいと思うんですけどっていうようなサイズ感、これだ、僕で L サイズをちょっと着させていただいてて、自分 M サイズでお願いします。あ、でこれ本当女の人が着てももうすっごい可愛いです。めちゃめちゃ可愛いですよね、これぜひともシェアしたりとか、そんな感じで着ていただいてもバッチリ、リラックスするときに、でもなんかお家でそんな人がユニクロ着てるってなんか俺もう嫌だし、俺も絶対着ないし、だからそれにやっぱハッピーを、そうですね、なんか羽織るだけでいいから、そうですね、羽織るだけでもおしゃれ、はい、で一個言いたいのはこのぐらいになると飽きないんだよ逆にね、逆にね、いやいやいや、そう、飽きないんですよこれ、なんか分かりますよ、僕らもこうかなりインパクト強いから一回着たらもう、まあそれはイメージはつくのはつくんですけど、なんかでもこれ毎日着るわけじゃないですから、これだから家で着てもらってて、やっぱ楽しいし、これ飽きないんですよ、うん、でも僕一回手に取ってみて袖通し見て思いましたけど、やっぱり僕も柄結構あるなと思って着てみましたけど、やっぱ心地よすぎて結局手に取っちゃうっていう、あ、そうでしょ、そこが僕はすごい思いましたね。よかったのは、うん、結局気持ちいいから何着ようかなってなった時にパッと、それ楽でしょ、うん、楽でしょ、そう、朝ちょっと優雅にカフェ行く時とかもこれパッと羽織るし、ダークとか変えたくない、そうです、そうです、ね、なんか交換してるみたいになっちゃうし黒い黒みたいにしたダークから変えたいじゃん、でも結局ドライブ行く時とか日本のファッションもハッピーになってかないかな、ロングコートとかダウンでちょっとかさばるし、あれじゃないですか、ね、でナイトライフでこう少しね、分からないけど、ニット着とかもなんかそんな重いアウター着ててもしゃあないし、どうしてかわいいって言われちゃうからね、褒められちゃいますからね、ね、でしょ、知らないけどでしょってなるし、でなんかね、このそういう周りにいる方たちとも少し差別化ができるっていう、いやだいぶできますから、はい、僕はなんでめちゃめちゃこれいいと思う、よかったじゃん、はい、ジャケット感があるのも僕は好きですね、あのイタリア発ならではの、そうでしょ、だからこの、うん、なんて、まあ、難しいんだけど、うん、なんか難しいんですけど、イタリアっていう感じを出したいね、ドルチェ&ガッバーナみたいな出したいわけじゃないんだけど、でもやっぱりこう、そうです、これやっぱ文化のところなんで、前のフットインダストリーでもね、ありましたけど、やっぱそこはカルチャーが乗ってきますからね、デザイナーさんのバックボーンというか、はい、やっぱイタリア発ならではのこの、まあ、あとはこの素材、ラグジャガーのこのモチッとして適度に厚みがある分、形がだれ切らずにそう程よくこう出るんで、これはお家で釣っておいていただいても大丈夫です、はい、で合わせ的には、まあ、僕はちょっとなんかスラックスで、はい、でもやっぱ半袖で着てもらいたい、やっぱ 僕はあ、確かにね、この肌触り感じたいっていう、でもうこれ別に外今2月ね、一瞬超えた次の日ぐらい撮ってますけども、全然寒くないですから、うん、そうそう、ね、うん、ちょっと移動するぐらいで、ずっと歩くときはこのまた着てもらうのダメですけど、もうちょっと歩かれるぐらい全然大丈夫ぐらい、だってニットオンニットしてますけど、めちゃめちゃ暑いっすね今、ちょっともう、あ、暑い暑い、ね、だからあったかい、
でもちょうどいいですね、カットソーにパッとぐらいは結構で、あとやっぱ着心地を感じてほしいんで、やっぱカットソーなんか長袖で着ちゃうともったいないなっていう、そうですね、あの服なので、もう本当だからもう T シャツにこれをっていう感じでおすすめです。です、まあ、セレクトショップ的にも少しこうモードな服に、少しこういつも着ない感じのものを羽織とかっていうのもいいし、オールブラックにもすっごい映えますよ、意外とこうスタイル問わないと思うんですよね。いや飛びませんよ、これはこれだけで成立してくるんで、そんなに考えなくていい洋服だと思いますね。ニットセーターシャツパーム税込み14万円、スウェット100円です。これもやっぱりここのバックボーンすごい反映されてるかなと思ってて、やっぱこうラグジュアリーなものを好む方で、やっぱこうバケーションとかちょっとリゾートとかもあるじゃないですか、お休みの日というかね、まあ、そうです、バケーションに出かけられる時に着ていただけるのも、これもそうですね、はい、でまあデザイナーさん自身も結構そういうライフスタイルになってて、まあっていうんですかね、海行った時とかリゾートの時とかにこれバッと羽織ったりとか、なんかちょっとこうアメリカとかのこうカリフォルニアとかそういう西海岸的なムードも感じるんで、なんかそれがいいですよね、このパムパムテリーそうです、かわいいですから、はい、ね、いろんな色が入ってたら素敵でしょう、これは。まあみんなプリントでやれてますけど、やっぱニットで、しかもこれもダブルジャガーで、そうなんだ、着心地ともっちり感も抜群ですから最高ですよ。ちゃんと差別化はもうしてありますんで、うん、これで M サイズですね。でこのバグちゃんもあのバイムちゃんも M です。 M これもなんかこのぐらいの、まあ、程よい大きい方が来たらもうジャストだし、ブラックぐらいだとちょっとリラックスだしぐらいのあのフィットでやっておりますんで、まあ、ぜひご参考にしていただければと思います。そうですね、うん、まあ、この辺は結構ルックのイメージビジュアルとか見ても、まあ、こんな感じできるんやとか、こんなシーンにこれ着たいなって思わせるような、ちょっと着るシチュエーションなんか描き立ててくれる感じ、そうかなと思ってて、旅行行きたいなとか、うん、そうなんですよ、なんかこの異国情緒というか、ちょっと最近海外行ってないなみたいなとか、なんか久々のその感じ、そういう、ね、ちょっとやっぱこうね、人も動いてきたし、うん、経済を回ってきたし、そういう気分でしょ、なんかそういう感動とかちょっと与えてくれる感じの服かなと思ってますね、はい、うん、まあ、長くちょっとずつなんか気に入っていただけたら集めていただけると、そうですね、嬉しいかななんて思っております。はい、パンツと一緒に合わせてみようと思います。理想とスタイル感出ますね、はい、いいですね、まさに荒縫いっていうスタイルになりましたね。あ、これ。はい、バンダナショーツ。コットンピーケットバンダナショーツ税込み16万2800円と、バグズバニーセーター19万9400円ですね。かわいいでしょ。めちゃめちゃかわいいですよ、これ。やっぱり上質で心地よくてもやっぱ遊び心あるっていうのが僕はものすごい好き。めっちゃレゴぐらいの感じだもんね。はい。アメリカの文化の象徴らしいですね、このワーナーアニメーションルーニー・デューズのマスコットキャラクター。そうなんですか、まあまあ、はい、あのめちゃめちゃ可愛いですね。カルバンクラインでラクシュモンズがアメリカの象徴として、はい、あの出してきたところにもあの現れてるんですよね、まあ、そうですね、懐かしいところですね、今日可愛いです、可愛いです。この荒縫いのものづくりに込められた思いっていうのもすごく好きなんですよ、はい、今ファッションの消費スピードめちゃめちゃ早いじゃないですか。てかまあファッション業界自体もこのトレンドであったりとか、まあワンシーズン来て、まあ、もうちょっと次の日買い替えるとか、なんかそういうサイクルがものすごくこう移り変わりがあるので、はい、まあ、それとは対極のこう本当職人技術でこう一着に対してじっくり時間をかけて突き詰めるっていうところ、はい、まあ、なんかその突き詰めた分やっぱり上質になるし着心地も良くなるし、まあ、長く愛用できるっていうか、まあ、思わず手に取っちゃうっていう欲が生まれるのかなと思ってて、ちょっとまあシーズンとかとはシーズンで動いていくんですけど、はい、荒縫いに関しては別で、そうですね、動いていきますので、そうですね、まあ、これもなんでね、まあ、今時期からですけれども全然春もいけるぐらいの全体的にどれもそんな秋冬みたいな感じじゃないですもんね、ニット物でも。あ、そうですね、まあ、今回はエテしてちょっと暑すぎるかなと思って、あのカシミヤを外してたりとか、そうですね、してまして、ちょっとこっから心地よいぐらい、もう本当これ実はこれでビーチスタイルなので、はい、そうです、あ、なんかパイルのちょっとこうやっぱ体冷えるみたいな、そういう時に着てもらえると、
そうですね、はい、いいですよ、これがいいですよね、これがいいんですよ。あの僕は結構あとはよく思う方も思わない方もいるのかもしれませんが、はい、某キムタクさんとかもこのシリーズの前のローリングストーンズとか着てて、めちゃめちゃあのブランドかっこいいなと思ったり、あ、そういうの結構出てるんですか。僕はあんまり追いかけてないみたいな。あ、本当ですか。僕結構そういうの好きで、あ、で、まあ、ジーンズ履いてみたいな、まあ、ビトンの、あ、違う俺犬連れた、あ、その時もあるんじゃないですか。大きい、はい、大きいね、大きい、はい、そういう感じもいいなって思ったり、そうですね、だから本当だからオフですよね。そうですね、あの楽しくいいオフをあの本当にね過ごしていただきたいなっていう。でもファッションって僕らみたいにね、あの仕事着じゃないんで、そうですね、あのやっぱどうしてもこう楽しみで余暇で着る服ですんで、僕たち趣味性も強いし、だから、まあ、自分へのご褒美じゃないですけど、はい、あのそういう瞬間に来てもらってすごく楽しくて周りの人もハッピーにする服ですよということで、はい、ということで、まあ、木村拓哉さんがそうだね、まあ、そうですね、すごくハッピーにしてるよね、はい、ホロズとかつけてるかとか、クロムとか好きな方もめちゃめちゃ相性いいと思う。ああ、もうそれはもちろん、うん、はい、相性いいと思います、はい、じゃあ最後はこのもう決まりだアイコンカーディガン、やっぱこれがやっぱ他では見れないし絶対可愛いじゃないですか、はい、これを使って僕らなりにわこの着方いいなみたいなのを紹介したいですねやっぱりこのアイコンカーディガンが可愛いですよね。可愛いでしょ。めちゃくちゃスタイル的にはなんかスウェットセットアップにみたいな感じですか。そうですね、あのスウェットセットアップ、まあもう本当にスウェットセットアップです。もうスウェットセットアップでお家に行ってて、もうお散歩スタイルで着るだけでやっぱ決まりまくりますねこれめちゃめちゃいい。でやっぱりあの持ってた方は白スニーカーはこうやって疲れるもんね。スニーカーってやっぱ白、白スニーカーで合わせてました。もうこれだから何色でも本当ベージュのセットアップとか、そうです、ね、うちのあの半袖のスウェットとかそんなのが上から、まあ、リコーエスでもいいし、なんか他のパジャマみたいなものでもいいし、もうパジャマがすごくおしゃれですけど、さらっと着ていただければと思っています。トゥイーティー、かわいいです、ね、トゥイーティーおじさんだよ。トゥイーティーおじさん、トゥイーティーうち好きいや、トゥイーティーって何か全然知らない、この子だよね。そうです、ちょっとあんまり詳しくないです、ね、もうあのよくカップラーメン食べるし、え、ああはい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 、ひよこちゃん的な可愛さもあるからね。これいいやん、もう飽きないでしょこれ意外と。だと思いますけどね、見れば見るほど可愛いからね、飽きないんですよこれ。なんかね、ほんとここまで来てる、ね、さっき言った時間をかけてここまで来るとこうなるんだっていうね、面白さがありますから、うん、まあ、はい、あと勝った方とかになんかあの肩決めてみたいな聞いてみると、やっぱもう柄でビビッと来たみたいな方結構やっぱ多いので、なんかそうインプレッションで感じた方はぜひとも見に来ていただきたいですね。はい、うん、この大きさ作らないでしょ。そうですね、しかもニットでジャガードでっていうのはなかなかないので、うん、めちゃめちゃ目を引きますよ。可愛いよ、はい、で僕のイメージとしてはそうだよね、うん、アメリカンな感じで行ってみようかなと。まあデニムでいいと思うんですけど、デニムデニムの、まあ、これもスウェットうちらしくちょっと変化を加えてます、うん、デニムとか、まあ、ちょっとこうニュアンス的にこうビーチカルチャーとかサーフっぽいノリでも着ても絶対可愛いので、デニムにスウェットにカーディガンというようなイメージですね。可愛いです。サングラスなんかもつけちゃって、いやいやもう欠かせませんからね。そうですね、はい、うん、あとなんかこういう色味で合わせてみて思ったのは、かなりこう多色使いじゃないですか、うん、逆に色使ってる分どんな色も拾いやすいかなっていう、うんうんうん、例えばこれだとね、さっき言ったみたいにこう血のパンとか、あ、ベージュ、ね、カーパンツとか、うん、カーキなんかすごい合いますよ、うん、めちゃめちゃいい。あえてやりませんけどね、なんかそこは意外とこうデザインあるけどどんな服で行ってもいけちゃうっていう、はい、ところのゆえんかなとは思いますね。うん、半袖で着てみましょうね。さっきのちょっとめちゃめちゃ気持ちいいです、ね、めっちゃ気持ちいいね、うん、それは確かにいいっすね。まあ見に来てもらいたいですね、手に取ってあの見ていただきたいなと思ってます。なんかそういう気持ちがあの湧いてくると思うんで、そうですね、はい、うん、
なんか今季何買おうかなって今迷われてる方とかで、ちょっと好きなブランドのコレクションも今回どうかなみたいな方とかに、ちょっと今年いいの一着みたいな気分でもすごくおすすめですので、はい、ぜひとも見に来ていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。ぜひとも今回も高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。